こんにちは、ケンです。今週のテスラニュースまとめです。2月18日から2月24日までのテスラのニュースを振り返っていきたいと思います。まずはテスラ株の推移から見ていきたいと思います。はい、こちらテスラ株の推移なんですけれども、今週は200ドル近辺から始まったんですけれども、その後一度落ちまして、その後少し戻ってきているという感じなんですけれども、今現在192ドル台で推移中ということになっています。 では、1週間を振り返っていきたいと思います。2月18日日曜日ですけれども、この日はテスラ朗報の数日後に EV 購入者に悪いニュースということで、朗報と悪いニュースそれぞれがありました。まずは朗報なんですけれども、特定のモデルの価格を下げたということが朗報になっています。結果としては、モデル3の RWD が4240ドルから38,990ドルへ、 そしてモデル Y の RWD が47,740ドルから43,990ドルに値下げです。さらにモデル Y の RWD とロングレンジにおいては、それぞれ期間限定ではあるんですけれども、1,000ドルを下げて、RWD は42,990ドル、そしてロングレンジは47,990ドルと今現在になっています。 これらの価格の引き下げは消費者にとっては電気自動車をより手頃な価格で購入できるようになるということからも朗報であるということです。そしてイーロンマスクさんは製造の効率性を維持しながら 季節的な消費者の需要に対応するため、価格を調整する必要があると述べている。そして、これらの価格調整は、製造の本質的な問題への対応とも言っているということです。一方、悪いニュースとしては、 モデル3のロングレンジが価格を1500ドル引き上げたということが悪いニュースとして報じられています。この価格の上昇は他の EV メーカーが価格を下げて市場シェアを拡大しようとしている中で行われています。そしてこの価格の引き上げというのは消費者にとっては望ましくないニュースであるということから悪いニュースであると。 いうふうにこの記事の中では書かれています。そしてこの日の動画の中で僕自身が気になったのは製造の本質の問題への対応とイーロンさんが言われたことが気になりました。まあ、こちらに関してはこの日の動画の中で解説をしていますのでぜひこちらの動画をご覧になってください。 続きまして2月19日月曜日ですけれどもこの日はちょっとした特集にはなるんですけれどもイーロンマスクさんがテスラは1年以上前からオープン AI の空と同様な実世界映像を制作可能ということでこのオープン AI が新しく作った空という技術とテスラの FST の技術の関係性についてこの日の動画で解説していますのでぜひこちらの動画をご覧になってみてください では、2月20日火曜日ですけれども、この日は2つニュースがありました。まず最初の一つが、ギガメキシコの気候式が環境問題の高まりで再延期というニュースです。これはギガファクトリーの気候式をめぐって環境問題で許可書類の管理に関する懸念から3月に延期と言われています。本当だったら今月行われる予定だったんですけれども、電気、水、環境への影響に関する課題が挙げられているということから3月に延期となっています。 またこのギガファクトリーの建設における環境問題に関しては、また後からも紹介しますけれども、ドイツでは反対という意見がありました。こちらについてはまた後から紹介します。そして FSD ベータ12.2.1アップデートを従業員に配布ということで、最新のアップデートを従業員向けにリリースしています。この V12 に関しては、細かな改善、緻密化に重点を置いていて、テスラがより広くリリースする準備が整いつつあることを示唆しています。 しかし、テスラのハッカーのグリーン氏や、業界内部の人物からの洞察によると、完全な自立性を実現する道のりは依然として複雑であると。イーロンさんの弟であるキンバル・マスク、そしてジョージ・ホッツのような専門家も、完全自動運転の実現にはまだ数年以上かかると見ています。 テスラは慎重に、しかし確実に技術の改善を進め、自動運転の未来への夢を追い続けていくという内容になっています。はい。では2月21日水曜日なんですけれども、この日はコネクテッドカーについて解説をしています。で、コネクテッドカーって一体何なのかというところからですね、コネクテッドカーが今後どういうふうになってきていくのか、僕自身は電気自動車は今後普及をね、していくと思いますけれども、100%近くの普及っていうことになるまでにはかなり時間がかかると思います。しかし、このコネクテッド とといいいいいうう分野ににおいてはは100%のの普及っていうのはそんなな長くかからないと思いますまず最初にこのコネクテッドカーの普及っていうのがしっかりと整った状態から電気自動車っていうのは増えていくんじゃないかなと思いますけれどもぜひねこちらコネクテッドカーの徹底解説動画ということでコネクテッドカーについての知識っていうのを深めてもらえればと思いますはいでは2月22日木曜日ですけれどもこの日は3つ記事がありましたまず最初はオートファイバーの問題ですこれはテスラの 自動ワイパーに関する問題がついに解決の見込みということで OTA アップデートを近日中にリリースするという内容です。 これはどういったことかというと、テスラの車両っていうのは、雨センサーを搭載していなくて、車の全面カメラを使用した AI ビジョンで雨を検知し、ワイパーを自動で作動していたんですけれども、ソフトウェアの技術的な不具合により、ワイパーが適切にまたは全く作動しないという場合がありました。これはテスラオーナーの方はみんなね、経験していると思います。雨が降ってないのに、急にワイパーが動き出したりとか、雨が降っているのになかなかワイパーが動いてくれないとか、そういったことっていうのをね、経験された ただですね、あのコメントもいただいてはいるんですけれども、今までもこのワイパーに関するアップデートっていうのは何回か行われたんですけれども、なかなか完全なところには至っていなかったので、まあ、そんなに期待しない方がいいんじゃないかという声もありました。しかし、今回のアップデートでしっかりと解決できるっていうことで、ね、あの期待をしたいなと僕は思います。 はい。では次に先ほどメキシコでの起工式が延期とあったんですけれども、ドイツの拡張計画工事でも地元の住民の拒否に直面しているというニュースがありました。これはドイツのグリューンハイデの市民がより大きなサイトを作るために木を伐採する道義に対して批評を投じたということですで。このように今現在ドイツにおいては拡張計画で反対されているんですけれども、この日の解説の中でドイツの事情と ドイツの社会において今まで環境保護ということからどういったトラブルがあったのかそして環境保護をしっかりと整えた成功事例として BMW の例を挙げていますぜひねこちらの方もご覧になってもらってドイツの社会的な事情などをねあの知識として入れてもらってもいいんじゃないかなと思いますのでぜひこの日の動画もご覧になってくださいそして僕はですねこのドイツでの拡張工事でしっかりと地元の住民さんから指示をもらえるような工場を作ることができるようになったの ならば、今後、メキシコ、インドとかですね、その他の国でも工場を作っていく際には、それが一つのノウハウとして取り入れられていくんじゃないかなと思っていますので、ぜひこちらのドイツでの拡張工事においては、しっかりと住民の方とコミュニケーションをとって、住民から支持をされるような工場を作ってもらえたらいいかなと思います。 はい。そして3つ目に、テスラが成長を促すために必要なことということなんですけども、まずは紹介した記事の中では、イーロンマスクさんのテスラの株の所有率を20.5%に増加させて25、25%の投票権を目指しているということ、そしてデラウェア州での裁判の判決の結果について書かれています。それに対して、元テスラの取締役のスティーブ・ウェストリーさんとアーク・インベストのキャシー・ウッドさんがそれぞれ自分の見解を述べているという内容です。で、この中で、キャシー・ウッドさんが

イーロンマスクさんを時代の発明家でありルネッサンスマンと評価しています。そしてビジョナリーリーダーへのスーパー投票権を支持していることを明らかにしています。そしてこの日の解説の中ではスーパー投票権って一体何なのか、そして実際にスーパー投票権を使っている企業があるのか、またこのスーパー投票権を設定するにはどうしたらいいのかということについて調べた内容を解説していますので、こちらの日の動画もまだご覧になってない方はぜひご覧になってみてください。はい。では2月23日金曜日ですけれども、この日は サイバートラッその課題っていうのはこの4つなんですけれどもサイバートラックは錆びやすいという問題そしてオフロードの性能についてまた前面のフランクですねこちらの安全性についての懸念最後に寒冷地でのバッテリー性能の課題という4つの課題について説明しています そしてメキシコからの輸入ということで、今後テスラはメキシコに工場を作って、そこで自動車を作っていくんですけれども、なんでメキシコなのかということについての記事がありましたので、その記事を紹介しています。そしてこの日の解説の中で、メキシコに進出している自動車メーカー、そして2022年のメキシコの自動車産業の統計データ、そしてメキシコに進出する理由などを解説していますので、ぜひね、メキシコの知識を入れるためにもこちらの動画の解説をご覧になってみてください。 最後に2月24日土曜日ですけれども、この日は2つですね。1つはテスラのアップデートです。セントリーモードの改善というニュースです。 セントリーモードにおいて、セキュリティ機能の強化ではなくて、バッテリーの消費と効率の改善を目指してのアップデートが行われるということです。そして、イーロンマスクさんの助言なんですけれども、イーロンマスクさんがリビアンですね。こちらに対して、生存戦略としての重要なアドバイスをしたという内容です。でこちらに関して僕自身は、この内容こそが、イーロンマスクさんの成功哲学だなと思いました。リーダーシップ、そしてコスト削減と効率化、困難な時期における持続可能性へのコミットメント、 これについて僕自身も解説していますので、イーロン・マスクさんの成功哲学だなと思い、ぜひね、こちらの方もね、ご覧になってみてください。では、まとめです。今後のテスラの展開のポイントから見ていきたいと思います。まずは事業投資です。今週は事業投資に関しては新しい情報というのはありませんでした。 そして技術革新です。こちらに関しても今週は特に新しいニュースというのはありませんでした。新製品の導入ですけれども、今週は特に新しいニュースというのはありませんでした。エネルギー事業の拡大においても特に新しいニュースというのはありませんでした。そしてグローバル市場の拡大ですけれども、今週はまずメキシコにおいては、2月15日に建設準備を進めているというニュースがあったんですけれども、2月20日に環境問題で3月に延期となっています。そして、えー、ドイツにおいてはギガファクトリーの拡張工事で反対の意見が出ているという 新しいいニュースが出ていますはい。では、その他の事業ですけれども、その他の事業については今週は新しいニュースはありませんでした。そして市場競争供給チェーン問題も特になくって、新しくですね、アップデートとしてはオートワイパーの改善、そしてセントリーモードの消費電力の削減という新しいニュースが出ています。最後に、その他の懸念事項としては裁判関連も今週は特に新しいニュースもなくって、株式の所有率についても新しいニュースはありませんでした。で、労働問題なども特に新しいニュースというのはなかったです。次に、電気自動車業界全体に おいては今週は特に新しいニュースというのはありません。 で、テスラ全般においては特にないですね。2月12日にテスラのメリット、デメリット、2月17日にオーナーの Y さんとの対談動画を上げていますので、まだこちらで、ね、ご覧になられていない方は、これからテスラを購入されようと思っている方に向けて作っています。これからテスラの購入を考えていらっしゃる方は、ぜひこちらの方もね、ご覧になってください。最後に特集として、今週はですね、2つですね、コネクテッドカーについてと、オープン AI のストラと FSD の関係性についての動画を上げています。ぜひこちらの2つもね、ご覧になってみてください。はい、ということで、1週間振り返ってみましたけれども、いかがだったか でしょうかまた来週もですね、テスラ情報を収集し、YouTube でお届けしていきたいと思っていますので、来週もどうぞよろしくお願いいたします。はい。このような感じで僕のこの YouTube では、テスラや EV に関する情報をメインに取り扱っています。テスラ、EV に興味がある方はチャンネル登録をお願いします。そして今回の動画の内容も参考になったと思われたら、高評価の方もよろしくお願いいたします。では、最後までご視聴していただきありがとうございました。テスラのある生活を楽しんでいきましょう。ではまた。